はい、速稼塾の久保です。今日もね、香ばしい事件がやってきましたよ。やっぱり大阪でこういうことが起きてるんですね。今回ね、元大阪府文化課長のロリコン卑猥手口ということでニュースが寄せられております。ちょっと記事の方読んでみましょうか。これはね、ひどいですよ。はい、お笑い担当の課長がコロナで時間を持て余していた少女たちと性交し、その様子を盗撮していた。18歳未満の少女に現金を渡し、わいせつな行為をしたとして、今年6月以降、児童買春ポルノ禁止法違反、買春で3回逮捕され、その後、4件の同罪で起訴された元大阪府文化課長の橋本被告、52歳、また52歳ですよ。で、4日付で懲戒免職っていうか、これ、何回も逮捕されてるのに、大阪府っていうのは、こういうのを懲戒解雇しないんですかね。こんなことを繰り返されていて、その体制そのものにちょっと疑問をね感じますけどね。不祥事を組織で隠しているという体質が今でも続いてるんでしょうか。どうなんでしょうかね。記事の続きです。所有するスマートフォンのカレンダー機能には延べ300人の少女らの名前とやり取りが残っていたと。300人の市民に対してまあいろいろとね便宜を図るならいいんですけども、これはちょっとねどう思います皆さん。記事読みますよ。橋本被告がそのうち約160人と出会いというか会えるんですね。40人ほどと性交、新型コロナウイルスで学校休みになり、暇でつい応じてしまったと話す少女もいたということで、まあ暇だとついね少女たちもこういうことしてみたくなるみたいですからね、世の中の男性の諸君ちょっと花開いたんじゃないですか。もうねこういうふうな隙を見せるところも良くないんではないかなと思うんですよ。こういうね事件がいっぱいあるってことはちょっと自分でもやれるんじゃないみたいにね、男性を思ってしまいますんでね、用心していただきたいと思います。世の中の中高生のね、皆さん、そして中高生の娘さんをお持ちのねお父さんお母さん、世の中に出るとこういうことばかりですからね、知らないうちにこういうふうになっていて、ケロッとした顔してお宅のお嬢さんは夕食のテーブルで笑顔を向けてるかもしれませんよね。で続きます。橋本被告は昨年12月ガールズバーで援助交際を希望する少女らが書き込む会員制交流サイトを知り、ガールズバーで働いてる皆さんがみんなでね援助交際しましょうとか言って募集する SNS を作ってるらしいんですね。まあ女の子たちもたくましいというかなんというかどういうことなんでしょうね。はい、で外回りの勤務時間中や出張の際、少女をラブホテルに連れ込み1回あたり 1.5 万円から2万円で性行為に及んでいたということです。まあ、1.5 万円から2万円っていうと、まあ、こういうふうなね、若い女性からするとものすごい金額に思えるんでしょうね。くれぐれもね安売りをしないようにしてください。この10倍ぐらいで相場だと思った方がいいですよ。まあ、相場っていう言い方は私がね言うのもちょっと申し訳ないんですけども、とにかく、まあ、これね自分を貶める必要はないと思うんですよここまで。もうそれこそね金だけ取って逃げてやるぐらいの気持ちで痛い目に遭わせてあげてほしいんですね男性諸君を。というかもう全くこういうこと関わらないのが一番ですよ。痛い目を見せるつもりで怖い目に遭っちゃいますから。ですんでね何と言いますかね女の子たちがこういう市場を作ってる現状もあると思うんで、これねやっぱりこういうのを利用する男性の方が悪いんですよ。悪いんですけども、でも利用させる女性がいなければこういうことも起きないんで、まあ、どっちもどっちっていうところもあるんですよ。だってこういう SNS があっても参加しない女の子もいるわけですよね。でこういう世の中でもそういうことと一線を画してきちんとね自分の人生を歩んでいる女性も多いわけですよ。ですのでそういうことを考えると、まあ、こういうね事件に関わってしまった男性の方に非は十分あるんですよ。十分あるんですけども、それを受け入れてしまう方もどうなのかなというところでございます。家族の顔をね一回思い出してみて、将来自分がね好きな人ができて家庭を持った時のことを考えてみると、自分の過去に、こうやって後ろめたいものはないのかなというふうにやっぱり振り返って非常にね寂しい思いすると思うんですよ。次のページ行きましょうか。もうなんかね読むのがね億劫になってきましたけどね。はっきり映るよう記事を入れとちょっと読むのが恥ずかしくなってきたんで、あとはね皆さんで記事を読んでください。まあちょっとだけ読みますよ。なんて見るとここ面白いですね。 SNS に貼り付け実際に会うてみると写真と違うやん、おっさんやんとなるんやが今更帰れんようになる。これはね女の子が SNS に写った男性の写真とかプロフィールを見ていいなと思って会ってみるとおっさんやんなんだこいつと思うんだけども、今更帰るに帰れないってところに今つけ込んでね、お小遣いあげるからみたいなね、もうこれ黙っとくからみたいなことで抱き込まれていく。要するに女の子の方にまあこうなったんなら仕方がないっていう自分に対する言い訳を作るのが男性はまたね上手なわけですよ。まあ、こういう人がね大阪府の役所に勤めて課長まで上り詰めるわけなんですからね。だから地位とか職業には関係ないですからね。お分かりですかね。で橋本被告がカバンにスマホを隠し角度を調整してファスナーの隙間から性行為を隠し取った。少女の裸がはっきり映るようにわざわざ少女を上にして騎乗位でやっとったんや。バレされそうになった時に備え少女が竿を浴びてる隙にカバンから学生証をこっそり抜き出し写真を撮っとった。その写真から特定できた少女もおったということで、こんなこともあるんですね。で、オチなんですけども、吉本興業と組んでお笑い文化を促進したり上方演芸資料館ワッハ上方の運営や大阪文化フェスティバルなど文化事業に幅広く携わっていたということですね。大阪の文化っていうのはこの性風俗の文化でもあるという人もいるぐらいですけども、まあこのね今みたいな時代になってそれが容認されることはなくなったと思います。もちろんね戦中戦後の時代食うに困った女性たちがこういったことにね身を投じたっていうことも歴史上あると思いますけども、やっぱりねこれを容認する立場でもないと思いますし、まさにねこれが一つの市場を作ってるという現実はあるんですよ。現実はあるんですけども、自分がやらなくても誰かがやってるではなくて、自分がやらないことによって好奇を粛清していくっていうことをねやっぱり市役所の方中心に、まあ、ある一定の年齢の方には心に留めていくのはいかがかなと思いますけどもね。お前はどうなんだと言われそうですけども、もう私もね若いお嫁さんもらったんで気持ちがわからないでもないんですよ、男性の気持ちが。でもそこに対してどうね自分を律していくかというこの紳士マインドね、これも忘れないようにしていきたいと思いますよね。やっぱり可愛らしい女の子はいつでもいます。でもそれを片っぽではね守っていく気高さとかね武士道とか、まあ武士道って言ったらまたねおかしな話になっちゃいますけども、まあそうですね、凛々しさ気高さこういったものを日本男児大和魂忘れないでいてほしいなと思うところがありますけども、皆さんいかがでしょうか。それではまたお願いします。